んにちは。富士山のふもとの体験工房ブラックキャットです。今日のテーマはファスナー付きのコインケースです。トコノールで革の裏側を磨いていきます。今日はスポンジで塗ってみます。今回使っているのは 0.8 ミリの厚さに空いてある革です。半乾きの状態になったら摩擦を加えて磨いていきます。手触りが全然違ってきています。サラサラになっていればいいと思います。体験ではこのようにファスナーを作っておいたものを使っていただくのですが、今日はファスナーの虫取りも紹介していきます。今回使うのは金属ファスナーです。こちらの虫一つ一つをカットしていきます。食い切りです。こちらで虫を一つ一つカットしていきます。虫の根元を食い切りで挟んで切ってあげると虫がポロッと取れます。この時に布まで切らないように気をつけて切っていきます。で、私が習ったのはこういう虫取り方法なんですが、実はこれ優れものです。虫取り用の道具になります。金属の上にこちら置いて、今3番ファスナーなので3番の方使っていきます。中心を合わせて虫の上に置きます。そして叩く。虫がポロポロっと取れます。作業効率がとても上がるのでおすすめです。両端をカットしました。今度はこちらにスライダーを取り付けていきます。台布部分にまずスライダーを通して、そこから虫にかませるようにしてファスナーを取り付けます。そしたら頭止めと尻止め、ちっちゃいかな、頭止めと尻止め、こちらを取り付けていきます。使う工具はこちらです。まず頭止め、こちらの頭止めをこの部分に隣にグッと締めてあげます。反対もグッと締めます。尻止めはこちらの工具で、
両方の台布を挟んで、ギリギリのところに締めます。これでファスナーのスライダーが外れなくなりました。今度はこの部分、端の部分を折っていきます。ちょっと分かりやすいように書いてみました。ここの部分と裏のこの部分にボンドをつけていきます。こう三角形に折って、裏側はこの三角形に折ったものをさらに三角形に折る、こういう形になります。ではボンドをつけていきます。ここはボンドが取れやすいので、しっかりつくダイヤボンドを使っていきます。ダイヤボンドもしばらく乾かしてから貼り付けるので、少しこのまま置いておきます。乾いてきたので折っていきます。表側はまず三角形に折ります。そして裏に返してさらに三角形に折ります。表から見てここが綺麗に見えるように折ってください。折ったところを叩いてしっかり潰しておきます。これでファスナーの準備が完成しました。今度は革に取り付けていきます。ボンドで貼ってしまってもいいし、両面テープでつけても OK です。体験の時は両面テープを使っているので、今日は両面テープでつけていきます。幅が2ミリの細いテープなので、これで貼っても縫い代にかかることがないので安心です。ファスナーを縫い付ける部分の穴の位置を決めていきます。穴を開けておきます。穴が開いたのでファスナーを貼り付けていきます。端から10ミリ、上から7ミリのところに線を引きました。この線に合わせてファスナーを貼っていきます。今革には穴が開いていますが、台布の方には穴が開いていません。こちらは布なので、この菱目打ちで開けると糸が切れてしまいます。なのでこちらの穴を目安に縫っていきます。台布が重なっている部分は結構硬いので、目打ちなどで穴を大きくしてあげると縫いやすいです。二重に縫っておきます。縫い方の基本はミニショルダーバッグのところで詳しく紹介していますので、よかったらご覧ください。まず半分縫えました。今度は
反対側をつけていきます。こちら側も縫っていきます。両方とも穴を開けました。中表にして縫っていきます。ではひっくり返してみます。角の部分からひっくり返していきます。完成です。